はい、こんにちは。3月1号です。今回は1000メートル以下の低山でこんな雪模様だったり、こんな雪模様の山で天候は晴れをイメージして、初心者さん必見、日帰り低山雪山デビューのおすすめ登山道具です。これから低山雪山に行くぞっていう方や、最近始めた方におすすめの動画となっています。シリーズでお届けしますので、今回の動画は小物編です。それでは早速行ってみましょう。はい、最初の商品はこちらです。ワッチキャップナンバー4です。商品情報は、ウールを混紡した糸を密に編み込んだニットキャップです。伸縮性が高く、頭への締め付けが少なく、快適な被り心地ですということですね。仕様は素材、表地がアクリルウールとなってます。カラー展開は5つです。ブラック、ブルーグリーン、グレー、パープル、イエローの、こちらはブルーグリーンですね。サイズは SM、ML と2種類で男女兼用となってます。こちら結構動画でも、当チャンネルでも紹介してるキャップですね。山でも普段使いでもめちゃめちゃ活躍してくれる、僕のかなりお気に入りな商品です。まあ、低山でめちゃくちゃ温度が低いわけでもなく、しかも晴れの日をイメージしてるので、まあ、こういうちょっと薄手、まあ、中厚手と言いますか、こういうワッチキャップ、ニット帽でも結構いけるなということですね。晴れの日でも風が強かったりするとやっぱ耳は寒くなりますよね。そんな時にぜひ、携帯したい商品がこちらですね。こちらです。コンパクトイヤーウォーマーですね。こちらの商品情報は、フレームのバネ性を利用し、耳から外すだけで自然とコンパクトに収納ができる耳当て、軽量で冬季のアクティビティなどに適しています。普段使いにも便利ですということですね。素材は、耳の外側はクリマプロで、耳の内側はシャミーズとなっています。サイズ感の平均重量は 31g、 軽量ですね。でカラーは4つ、ブルーグリーン、ブラック、ブラウン、イエローですね。こちらはブルーグリーンです。サイズは SM、ML の男女兼用。収納サイズは12cm、 13cm の厚みが3センチですね。そうなんですよね。めちゃめちゃコンパクトで、携帯しやすいんで、サブバッグにも、アウターのポケットにも収納しやすくて、すぐ使うと。すぐ着用できるイヤーウォーマーですね。なのでまあ、このワッチキャップと、このイヤーウォーマーのコンビネーションで、耳が冷たくなったら温めると。しかもこのイヤーウォーマー結構密着、耳に密着してくれるんで、かなり暖かくなります。で、耳聞こえなくなるかなと思いきや、しっかり聞こえます。はい。全然会話はできますので、そこは問題ないかなと思いますね。そうですね、こういうコンビネーションもありですが、こちら。クリマプラス200、OD イヤーウォーマーキャップナンバー1っていうのは、もうすでに耳当てがこうあるんですね。で、パッと外して、耳を温めて。で、収納したいときは、このスナップボタンで取り付けて、着用するという、こういう帽子もあります。正直、こっちの方がコスパはいいですね。はい。そこは否めないですけども。しかも、この収納したときのこの形もかなり可愛い。デザイン性のあるキャップなので、お好みに合わせて選んでいただけたらなと思いますし、まあ、さらにですね、キャップ造りなんですけど、こちらですね。はいはい。あ、冬らしいですね。はい。商品名は、ケーブルニットワークキャップとなってます。これもなかなか冬らしくてですね、あとデザイン性もあって、おすすめです。ただ耳が冷たくなると、どうしてもこのやっぱ、コンパクトイヤーウォーマーで温める必要があります。まあ、それぞれ良さがあるんで、お好みや、環境に合わせて、山の環境に合わせて、選んでいただいたりするしたらいいかなと思いますね。まあ、結局3つのうちで強いて言うなら、選ぶならどれなのって言われますと、このやっぱクリマプラス200、コスパと機能とトータルバランス一番いいかなと思います。まあ、本当にモンベルさんのキャップはいろいろたくさんあるんで、やっぱバリエーションあったら嬉しいなってなると思います。僕もやっぱり1個で十分って、キャップは1個で十分でしょうと思ってたんですが、やはり目移りしてですね、こうやって買い揃えちゃいました。本当に山でも
普段でも使っているようなおすすめのキャップたちですね。はい、続いての商品はこちらです。スーパーメリノールエクスペディションネクゲイターロングです。商品情報は、卓越した保温性と速乾性を両立した厚手のスーパーメリノールを使用したネックゲイターです。優れたストレッチ性を備え、上部にゴムを入れることでずれにくくなっています。首元から目元まで覆うことができ、キャップとして使用できるなど、折り方によって多彩な着用が可能です。となってます。素材はスーパーメリノール、ポリエステルなど使われてます。カラー展開はブラックレッドの2種類、サイズは SML と3種類あります。商品情報の通り、着用例いろいろあります。まずはネックゲイダーとして、でフェイスマスクとして、でキャップで、ヘッドバンドとして、まあ、様々な着用例がありますし、あとはこれもアイマスクとか着用もできるかなと思いますね。かなり目元が暖かくなると思います。まあ、このスーパーメリノール、卓越した保温性と速乾性両立しているので、首元を温めるのに最適ですし、まあ、ちょっと首元汗とか汗ばんでも速乾性もあるので、汗冷えとかしにくくなってますし、やっぱ寒い時期に最適な素材ですね。低山でしっかり使ってますし、あとはこの普段使いでも結構この寒い時期は外出るとなると大抵着用しているこのネックゲーターですね。このロングですね。だからこそ様々な着用例ありますが、ちょっと何センチなのか気になるので測ってみたいと思います。結構長いと思うんで。なるほど、約43センチあります。めちゃめちゃ長いですね。あとこの優れたストレッチ性、多彩な着用パターンを可能にする一つの要因ですね。と卓越した保温性と速乾性と、まさにこの寒い時期にもってこいのネックゲーターです。おすすめです。はい、どんどんいきますよ。続いてはこちらです。ウィンタートレッキンググローブです。はい、商品情報は、適度な保温性を持ちながら操作感覚に優れ、冬のトレッキングなどで活躍するグローブです。中綿には高い保温性を備えたエクセロフトを封入し、表面には高い防風性と防滴性を備えるドライテック、裏地には暖かく速乾性のある起毛地を使用しています。手のひら部分にはグリップ力に優れるしなやかな剛性皮革を使用。コンパクトに折りたためるので携行にも便利です。素材は表地にはドライテック、手のひらには剛性皮革です。裏地にはポリエステルと中綿にはエクセロフトが使用されています。サイズ感の平均重量は 78g。カラー展開は3種類、ブルーグリーンとブラックとオレンジ。こちらはブルーグリーンですね。サイズは SML、XL の4種類。生地は中厚手の防滴防風となっています。特徴は、中綿入り、ラップアランドフィンガー、ワンハンドアジャスター、グローブリー使用ループ、左右をつなぐバックルとなってますね。はい、この特徴、ラップアランドフィンガーですね。こちらを見てみましょう。この辺。まさにこの指先ですよね。第二関節ぐらいですかね。というのも、摩耗しやすい指先を、ヤギ革や強度に優れた素材で包み込む構造です。指先のカーブに合わせた立体パターンが、優れた指先感覚を実現してくれてます。それがラップアランドフィンガー。ちょっと着用してみますかね。はい。ああ、こんな感じです。ですね。操作しやすい。グッパーしやすいですね。あと、このエクセロフトという中綿に使われている素材が、非常に保温性があり、撥水性があり、速乾性がある。本当にグローブに最適な素材が使われています。もうこのさっき着用したばかりですけど、もう暖かいですね。で、さらに、こちら。これはワンハンドアジャスターですね。引っ張ると、シュッと、締め付けてくれます。でさらに、ここも、まあ、アジャスターを引っ張ると、ほどけるという仕様になってますね。なので、両方、グローブをしていても、引っ張るだけなんですね。キュッと。で、こっちも、キュッと。非常に便利。
で、さらにほどくときも、スッといけますね。で、こちらも、ギュッと押し込んで、スッとすれば、ほどけると。まあ、グローブって意外とですね、高いんですよ。優に1万超えるんですが、これはですね、結構バランスの取れた機能があって、素材もいいものを使われていて、一組で5170円。結構コスパもいいグローブかなと思います。冬用のグローブはやっぱりいい綿使われてたり、ゴアテックスだったりするんで結構高いんですけど、十分な機能と素材が詰め込まれたグローブなので、この低山、雪山デビューにおすすめのグローブです。はい、続いての商品はこちらです。メイノールエクスペリションハイソックスです。商品情報は、優れた保温性と吸放姿勢を備えたウールを使用したハイソックスです。防臭効果にも優れ、防縮加工により洗濯時の縮みも少なくなっています。3000メートル級の冬季登山や緑地探検などで使用に耐えうる最高水準の保温性耐久性クッション性を備えています。で、素材はウール、ナイロンなど使われています。平均重量は 201g。 カラーは2種類、グレーとアイボリー。こちらはグレーですね。サイズは S、M、L と3種類。厚みパイルは超極厚で、そして総パイルとなっています。特徴はテーパー形状、L 字パターン、フルサポートフィットシステム補強となっています。こちらもですね、素材はメリノール。優れた保温力と防臭効果に優れます。足首からふくらはぎの形状に沿ったテーパードデザインでずり下がりを防いでくれます。さらにこの L 字パターンというのは日本人のかかとの形状に合わせた立体デザインで優れたフィット感を実現しています。なので履き心地とか着用感がバッチリということですよね。さらに男性と女性の足の形状の違いに着目した独自のパターンを採用しているので男女兼用の ML サイズには幅広のパターンを、男女兼用の S サイズと女性サイズは細めのパターンを採用しているので、こちらも抜群のフィット感を実現してくれている一つの理由ですね。まあ、なんせ超極厚なんで、やっぱこの3000メートル級とかでも耐えうるということなんで、まあ1000メートルではオーバースペックの可能性もありますね。まあでも、寒がりさんとかは、やっぱりこの厚で、この感じがやっぱ大事なんじゃないかなと思いますし、さすがにちょっと超極厚ではっていう場合は、こちらがいいかなと思います。はい、こちらです。メリノウールトレッキングニッカソックスです。こちらもおすすめですね。商品情報は優れた保温性と吸放姿勢を備えたメリノウールを使用したニッカソックスです。防臭効果にも優れ、防臭加工により洗濯時の縮みも少なくなっています。登山全般で活躍する抜群のクッション性と適度な保温性を備えています。ということですね。素材はウール、ナイロンなどを使われてますし、平均重量は 150g。さっきと 50g 違いますね。カラー展開はグレーとネイビーで、こちらはネイビーになっています。サイズは S、M、L と3種類。厚みパイルは厚で、で、総パイルとなっています。特徴はテーパー形状、L 字パターン、フルサポートフィットシステム補強と。まあ、こちらはやっぱ厚みが違いますよね。あと長さですね。ちょっと比較してみましょうね。また出ました。かかとから測るとですね、エクスペリションは43センチですね。で、ニッカソックスは、なるほど、47センチと。なので、4センチニッカソックスの方が長いですね。膝までしっかり温めてくれるんじゃないかなと思います。まあ、普通のですね、メリノールトレッキングソックスとか、普通だけの、まあ、これぐらいですかね。これぐらいの丈のやつでもいいと思いますし、やっぱり寒い時期なんで、足元は暖かくしていただきたい。ということで、ロング丈のソックスを今回はご紹介しました。まあ、どちらも体質とかお好みでロングが好きですとか、レギュラーサイズの、レギュラー丈のソックスが好きですとか、そういうので選んでいただいて、ぜひですね、安心快適な雪山低山登山にしていただけたらと思います。はい、今回のシリーズの日帰り低山雪山デビューのおすすめ登山道具はシリーズでお届けしていますので、ぜひ他のシリーズもご覧いただけたらと思います。そしてこの動画が少しでも良かったなと思っていただけたら、
グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは別の動画でもお会いしましょう。バイバイ。